私の名は日野日です。怪奇と恐怖に取りつかれた漫画家、腐敗したこの町の今にも崩れそうな配下で、私は毎日物語を書き続けている。私の頭は狂っているのだろうか。私の物語は私が実際に犯した陰惨な事件をもとに作られている。私の行くところにはいつも死の影がつきまとう。私の作る物語には亡者の呪いの声が張り付いているのだ。これから始まる物語は見てはいけない。死者たちがあなたを呪い殺すかもしれないからだ。あなたの身の上に何が起こったとしても私は一切責任を持てない。それでもよかったら見るがいい。今度は君が死ぬ番だ。死ね。落ちろ。地獄の底へ。決められませんよ。それどういうことなんですか。彼女は完全に
死んでるってどういうことなんですか。そんなことおたくら家族で決めるしかないでしょう。私にはどうしようもない。とにかく診断の結果はこういうことですから。私はこれで。お母さん、私何かひどい病気なの？ユリ、どうして動けるんだい？
かい。これはお前のためなんだ。
暖かくしないで。朝日くん。だよね、ね、それはよかったね。よかったよ、本当に。なんだろう、だってね、かなりも目線が。すみません、怪我をしているので休ませてもらって
どうかしたのかね、そんなところで。怖がらなくても大丈夫だよ。何にもしやしないから。腹でも減ってるんじゃないのか。その顔はどうしたんだ。病気なのか。そいつはいけないな。これからどっか行く当てでもあるのかい。よしよし、分かった。とにかく一緒に行こう。ゆっくり休ませてあげるからな。
録するわよ。はーい。お父さん、いってらっしゃい。あ、また忘れ物してないでしょうね。灰になっちまえ。